え、先日、えっ、ー、と、またあ、木下正樹さんの危機小説を探せっていうのをやって、えー、まあ、相変わらずどうも恥ずしそうな感じなので、まあ、そこら辺の話、えっ、ー、と、小説のプロとアマトでは持久力とあの取材力が決定的な差で、短いものはあまり差は出てこないよねって、そんな話をしていきましょう。 この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。えっと、 まあ,あ、ちょっとイントロでお話をしましたが、えっ、ー、と大、大阪でね、えー、木下正樹さんが、うん、小説講座をやられていて、で、まあ、そこの生徒さんのお原稿、うん、木下さんは、まあ、何枚か短いものをこう書いてそこを直してから、それから長編にかかろうねっていうた教え方をしておられるんだ、みたいだけど、えっ、ー、と、 まあ、その中で生徒さんがね、えっと、800文字の原稿を書いて、木下さんの書いたものと同じテーマで書いて、で、まあ、どれが、どれが木下さんか、どれがプロの作品かっていうような当てる、うん、そういうのをやってるんだけど、僕は一品しか当たってないな。3回か4回やってるけどね。えー、と、まあ別に、 これは、あの、僕に見る目がなく、ないわけではなくて、木下、木下さんの教え方がうまいね。ええー、と、まあ、ぶっちゃけた話をすると、原稿用紙換算で2枚から3枚というと、プロとアマの差はほとんど値段です。で、まあ、短いものほど、お差が、ああ、ああ、プロとアマの差ってなかなか出ない。で、 結構、受講生さんの、その、木下さんの受講生さんの原稿をチェックしてみると、まあ、あそこら辺は様々だけれども、原稿用紙換算2枚ぐらいだと、まあ、読み返して、読み返しても全体のミスっていうのはチェックできるし、えー、と、文章のおかしいところも、まあ、まあ、崩れないし、っていうことです。で、じゃあ、 このテンションで、じゃあ、原稿用紙換さん、300枚、まあ250枚だな。10万文字このペースで書けるかというと、まあこれは僕はあの、断言詞を書けないと思います。で、その水準で、じゃあ木下さんと並べて比べると一目瞭然だと。ういうことです。それはなぜかというと、やはり原稿用紙換さんで、えっ、ー、と2枚から3枚のものっていうのは、 アイデア一発でなんとかなってしまうからですね。で、でね、やっぱりこう、おアイデア一発でなんとか済んでしまうから、そうすると取材だとか、地道なその登場人物の作り方っていうことが、まあできなくなる。それからあと、持久力の問題。えー、原稿用紙換算で、 えー、250枚から300枚のもの、500枚のものっていうのは日常生活をしていてそのぐらいの長さの文章を書くことというのはほぼないです。えーまあ、その結果どうなるかというと書いてる途中で力尽きて集中力が途切れてヘロヘロになるということです。んで、あの僕は、あのうちの講座に関して言うと僕はその 短編をきちっと書くというよりも、先に長編を書き上げる体力をつけてしまえということを、そういう言い方を僕はします。えー、理由は単純で、えっと、長編書けないと、今のところ長編が書けないとプロとしてやっていけないからというのが、まあ、あの、現在の状態です。今後どうなるかそれはわからないけれど、2024年の段階ではそうです。えー 要するに、えー、1 0ルプールをどんなにきれいなフォームで泳,げていても泳ぐことができていても1 0 0とか4 0 0ルとかちゃんと泳げなければあそれはオリンピックに出られないということです、えー、ともうどうせ失敗するんだったら長編を書いた方があの長編の体力がつくよそういうことですねで長編を書くためにはやはり アアイデア一発で済まないので思いついたアイデアをどういうふうにそのディティール取材だとか登場人物キャラクターの掘り下げだとかっていうことで、えー、そこをしっかり作っていかないと長編は支えられないのでね。ということです。で逆に言うとその短編というのは才能にものすごく左右されるので,で才能があればまあ OK かな。 っていうふうだけど、ここを聞いてるこのラジオ聞いてるそそこなあなたこのラジオ聞いてる時点で才能ないからね。<laughs> えー、自分の才能のなさを受け入れてそこからあじゃあそのの才能のなさをどうやって補っていくかっていうことを考えていく、えー、ところからプロはスタートするからね。 自分で俺のこと才能あるんじゃねって思ってるプロってのはそんなに多くはないし、うん、っていうことはありますであとやっぱり短いものばかりを書いているっていうのは僕は実はそのこうあまりおすすめしないですなぜかというと着想することに力を入れて取材することだとかあと長編を書く体力っていうことがつかなくなるからね えと星新一さんがせあの生前よく言っておられたのは長編書けなくてねっていう話をしておられました。あまあ、星さんは、ねえー、とずっとショートショートを書いておられたのでショートショートを書くことにこう集中しておられた、えー、ということなのでだからどの そうするとやっぱり短編、短編の中でも特にショートショートはもうアイデアが勝負なのでね、そうするとそちらに集中して、なかなかやっぱり取材とかそちらの方に力をかけるとか、あと全体のスパンね、大体のそのお原稿の作業配分だとか、そういうものが分からなくなってくるからね。だから、まあ、僕の場合だと、まあ鈴木喜一郎小説講座は、 新人賞を受賞してプロになることを目指すっていうのはあそこに的を絞っているので趣味で書くんだったら話は別に何枚で書こうがそれはもう自分が納得のいくようにやればいいんだけどプロになるということを目標にするのであればああ鈴木一の小説講座の場合だとプロになることを目的にしているのでだからまず長編が書ける体力を作ろうと。 いうことです、えー、そして長編を作ろうという,うことうそして同じ失敗をするんだったらそのとりあえず長編は慣れなので慣れてしまえば、まあ、まずその体力がついてしまえば書き上げる体力がついてしまえばフォームは後からそれから考えていけばいい僕はそういう考え方です。だから あの細かい添削とかもあんましそういうことしない方針だしねまあそこら辺はあ先生それぞれ考え方様々なのでねということですえー、YouTube でお聴きの方スーパーサークスという投げ銭ができるようになりました面白いとか役立ったとかと思ったらスーパーサークスクリックして、えー、と投げ銭してくださいええー マックス5枚までの上げ線できるのかな鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝清、視聴、大龍物、新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。 この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか今さら聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon ミュージックなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 とというところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは。